サネヒト新は、日本の安土桃山時代の皇族。大岐町天皇の嫡男でありながら、皇位につくことなく創生したが、維持である、和に親王が、皇位につくと、天皇の実父として、大乗天皇の尊号を追贈された。追号は、陽皇院である。現在の皇室は、サネヒト新の子孫にあたる。大岐町天皇の第一王子。母は内大臣。 までの工事集房の娘、純三の宮までの工事ふさこ。061年12月に、新納宣言を受け限服。資金難のため伸び伸びになっていたが、織田信長が費用を負担して、ようやく実現したものである。天正12年1月には三品に除せられている。天正7年11月以降、サネヒト新納は、織田信長が献上した、二条新語書と呼ばれた邸宅に、 今日構えたこれは、元は二条家の邸宅であり、信長が気に入って二条家から譲り受けて、大改造を施し、自らの館とした建物であった。後に、徳川家康が造営した二条城とは別の建物で、ある。二条新御所は、大木町天皇が居住する、上御所に対して、加御所と呼ばれ、近利同様に骨外も整備され、大木町天皇も、 朝廷の意思決定に際しては必ず、サネヒト親王に意見を求めるようになり、さながら副朝廷の様相を呈した。奈良幸福寺の僧侶が残した日誌である多門院日記や厳正院記録では、サネヒトを王、主上、近上皇帝などと呼んでおり、事実上の天皇とみなされていたことが伺える。王町天皇はすでに当時としては恒例であり、 サネヒト神もいつ即位してもおかしくない年齢であった。しかし、朝廷が上位に伴う一連の儀式を自力で挙行することは経済的に不可能であり、また先々第五柏原天皇、仙台五奈良天皇、そして大木町天皇自身の三人の天皇のように、全国の戦国大名から広く寄付を募るという手法も、信長の派遣の下ではもはや使えなかった。 朝廷は上位の実現をひたすら信長に働きかけざるを得ず、左大臣推任、三色推任など、朝廷としては破格の交換条件を提示して、信長を動かそうとしたが、信長は明治的に拒絶することる。ただし、安土城には天皇の行行を迎える、三雪の間が設置されており、これは、佐根日と新皇の即位を想定したものと推測されている。 本能寺の変の際、信長の嫡男信忠は、宿所としていた、明覚寺を放棄し、より軍事施設として優れていた二条新御所に、立てこもった。イエズス会に本年報によれば、明智光秀の軍勢が御所を包囲する中、サネヒト新能は光秀に、自分も腹を切るべきかと尋ねたという。自分が信長に擁立され、信長に依存した存在であり、信長が倒されれば、 それに準じることもあり得る立場であるとサネヒトは考えていたのである。幸いのぶただに同行していた村井貞勝の交渉により、サネヒト新とその際し、宿直の公家たちは五所を脱出し、近利に逃げ込んだ。サネヒト新一向に紛れ込んだ逃亡者が出ることを警戒した光秀は、馬や乗り物の使用を禁じたため、サネヒト新は徒歩で移動しなければならなかった。 同行していた、レンガ氏、里村上派がどこからか粗末な荷運び用の古を調達したので、サネヒト新郎だけは途中からそれに乗ったという。信長の後継者となった、豊臣秀吉は上位して上皇となる、大木町天皇のための隠語書の建設に着手するなど、上位に積極的に取り組む姿勢を見せたが、サネヒト新郎は上位を待たずに、 天正14年7月に皇居してしまった。あまりの突然の死は社会に衝撃を与えたらしく、秀吉がサネヒト神の側室と密通したことに抗議して自殺したのだ。あるいはサネヒト神に代わって秀吉が天皇になるつもりだなどという噂が流れた。実際はサネヒトの維持、和ニ神皇が同年11月に祖父の勇士とされて行為を譲られた。 時期は不明であるが、御用税は創生した父に、妖皇院と送りなし、大乗天皇の尊号を送った。佐根人新郎の伊豆教位方親王は、織田信長の勇士、六尾敏人新郎は、豊臣秀吉の勇士となっている。なお、佐根人新郎が信長の勇士となったという説があるが、これは、佐根人新郎も、教位もいずれも、五宮と呼ばれていたことから来た誤解であるとされている。 ただし、大木町天皇の子息は、佐根人新皇以外には知られておらず、佐根人新皇が、五宮と呼ばれた理由は不明であり、そもそも佐根人が、五宮と呼ばれた事実があったかどうかを疑うべきであろう。佐根人新皇の女房の一人展示局は、天正十年に、佐根人新皇の元を去り、本願寺門主、賢女光つの次男である、高章寺門主賢村社長と結婚している。 これをめぐっては演壇に積極的な織田信長と消極的だった佐根比と新能との間で意見の対立があり、これが壺の実家上霊勢家の当主で兄の霊勢ため、三る実刑で史上家を継いだ史上高政、姉婿の山品と狐の三人が天正十三年に直感をこった事件と関連があるのではないかという霧の作人の説がある。天正三年、 サネヒト新は計にて大規模な蹴鞠大会を開催した。参加者は以下の通り、信長後期によれば正規の儀礼に準じた華やかなものであったとされており、織田信長などは助官を通じて、大町天皇より杯を賜ったという。月輪両親王の墓所は大城天皇を追巫子とされたため、領と称される。領は宮内庁により、 京都府京都市東山区、区内庁上の形式は、石像九十頭。ありがとうございます。